大倉志門です。ハッピーハッピー。喧嘩したことなくて本当に円満なままというか、悩みとかのろけに近いの。違う違う違う。ここ10年ぐらい最高じゃん。うわぁ、無双状態です。来年は志門さんが守ることになると思います。皆さんこんにちは、大倉志門です。さあということで、私事ですが、さあ始まりました、コイラボ。おめでとうないしこと、ブランチです。ハッピーハッピー。いらっしゃいませ、新人店員のゆきぽよです。ハッピーハッピー。今回の曲は恋のたまりバーをお届けいたします。このお店は、私ママが勤めますバーでございまして、お客さんも、スタッフもいろんな悩みを持って集まっている変わったバーでございます。今回はお悩みを持ってきてくれたお客様はこちらでございます。大倉志門です。ハッピーハッピー、よろしくお願いします。初めての男性ゲストです。マジですか。本当です、本当です。嬉しい。結構いった。なんか一番ハッピーハッピーな感じがしました。一番ハッピーです。ハッピーハッピー。乾杯。乾杯。ハッピーハッピー。誰よりもハッピーじゃん。悩みあんの。悩み、もう悩み、なんかちっちゃいことでまず悩んでしまうんです。あ、そういう性格でいらっしゃる。すごい気にしいでして、大きいの2つ今回僕も持たせてもらったんですけど、仕事で言うと1年半前にずっと7年間お世話になってた事務所を退所しまして、はいはい、今29なんですけど、30万円にちょっと自分の力でやってみたいなっていうのを今フリーというか個人でやらせてもらってるんですよ。で1年半経って、まあ本当にありがたいことに周りの支えがあってうまくいけてるんですけど、この後大丈夫なのかなっていうのが常に聞こえる。なるほどなるほど、はい、あと、もう一つ恋愛の方は、付き合って7年ぐらい経つんですけど、喧嘩したことなくて、本当に円満なままというか、順調にこうトン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 って年月を感じまして、まあ、この先もずっと、まあ、円満に生きるのかなっていう、まあ、悩みというか、本当に順調だな、それが逆に悩みというか。悩みというか、のろけに近い。違う違う違う。俺のろけに来たわけちゃうし、そんなお悩みがあるんだったら、ぜひ占いをさせてもらっちゃうかなと思います。はい、あ、お願いします。よろしいですか。タイプがですね、まずね、結果重視ドリームタイプというタイプになります。結果重視、はい。この方っていうのはね、夢とか目標とか実行とか、すごく大事にしていて、それでいながら意外 と、コスパとかタイムパフォーマンスとか、そういうものが悪いものが嫌いなんですよ。あ、だからお得なものが好きだし、逆に言うと時間の無駄をされるのがすごく嫌だ。ブラッチすごい、ブラッチすごい、マジでコスパというか本当になんか合理的なものが好きだし、容量悪い人間が大嫌いなんですよ。あ、それでですね、最初の質問の、まあ、独立をされて、1年半ぐらいの時、はい、そのタイミングは完璧です。完璧なんだ、はい、よかった。2021年のタイミングでされたっていうのは本当に素晴らしいです。何かを捨てて何かを得た時に、その得たものがもともと持ってたものに何倍にもなるっていう運勢の時に入ってます。すごく良かったです。よかった。そんな言われて、そこまで言っていただいたんですよ。2019年ぐらいだったのがすごく調子悪かった。ほんまに調子悪かったんですよ。そう、2019年ぐらい最悪だったみたいな。最悪でした。もうやめようかなと思って。19から始まって20はやばくて。20もやばかったですね。でも全部何かを入れ替えなあかんと思って、まあ、そこからするともう今もう超上り調子で、2023年、ここ10年ぐらい最高じゃん。うわ、やった。なので来年2023年の2月から、はい、10ヶ月間ぐらいはもう無双状態です。2023年の1月に、はい、とってもいい大きなお仕事が入りますので、それもしくじらない。それってどんなお仕事ですか。仕事経験したことがあることか、経験したことないことなんですか。ないぐらい例えば MC をするとか、俳優さんの割とその主役のようなことをやるとか、主役級の悪いやつやるとか、ここまで、そういうよく目立つっていうことがこの時期に入ってきますので、はい、から本当に10ヶ月、11ヶ月ぐらい無双状態ですね。最高。どんな的確になんか、自分の持ち主を上げてくださるのが初めて。嬉しい。なんで喜んでくれてるの。嬉しい、嬉しい。割とその後の年からもそんなにその
何も努力しなくてもいいですけど、これ努力する人としない人だと全然人生が変わってくるので、2023年はむしろいろんなことをやった方がいいかなと思います。はい。そしてまあ予定なお世話なんですけど、多分相手の人あの人かなと思うんですけど、その方もちょっと見てきたんですけど、あ見てきたんですけど、それで来年はシモンさんが守ることになると思います。あら、いろんな意味で、いろんな意味で、あの、そういう風になるタイミングが来るって話します。みちょぱさんの運勢で言うと来年はちょっと調子悪いんですよ。ただ、一緒にいる人、長く一緒にいる人の運勢っていうのは引っ張ってあげられるんですよ。はいはい、ただ来年調子悪くなった時に、その彼の方が調子がいいとグッとまた引き上げられるんですね。はいはい、そういうことで守ることになると思います。そんなカップルじゃん、ね、超いいバランスで、運も性格も全部最高にいいバランスのカップルです。最高、俺びっくりしすぎて、もう喋れへんかと思って。しゃべんね。あともう一点のご相談ですね。仲が良すぎて困っちゃう系の、のろけじゃねえかっていうのも、喧嘩しないっていうのは、それでもお互いその何か怒らないとか、怒らないですし、お互い振ってが分かり合ってるというか、これ言ったら大事するやろうなとか、こいつ今日疲れてるなとか、そういうのはもう理解し合ってるんで、ちょっとこれ他の下イライラしてんなみたいなのも分かるらしい。逆になんか疲れてるなと思ったら、ちょっとだけこっちにケアしたい。すごいな、喧嘩7年間全くないです。全くだからなんかアクシデントというか、2人のアクシデントが起こった時も、怒るっていうか喧嘩やーみたいなのになって、話し合い、話し合おう、まあどっちか話し合おう、すごいなー、迷う、あの安定してるんですね。もう安定して、もう一緒にいるバランスがいいんですね。みちょぱさんの方もうすごく頼りにしてます。すごく男を感じてる、守ってもらってるんだなって、男性なんだなって感じをすごく感じてて、すごくお互いにとってはいいと思います。悔しいけど喜んでください。なんか言ってやりたいと思います。すごい。一点ちょっと気になるのは、やめてくださいよ、あげさせるというの、あげさせるよ、健康面で、夜遊び運動しすぎるとちょっと体にくるので、はい、体調を崩しかねないので、はい、彼女さんの方もすごく元気そうに見えるんですけど、本当は無理してるので、ちょっとタイミングを見て2人とも少し休むようにした方が、健康面のために、本当は疲れてるなってすごく出てくる。わー、当たってるわ。でもこれもまた、シモンさんの方からやっぱり無理をせずに健康でいることが、彼女の運につながっていくので、それをちょっとこうバランスを整えながらやっていくと、はい、なるほど、うん、もうそれ健康面で一生ですもんね。一生一緒にやるようになるもん、もう本当に体調だけは気をつけないと。そうなんです。夜遊びはダメですね。いや、もうしてもうっていうのはしてないで、全然言うとこの1年くらいで、お仕事以外の友達、後輩先輩との夜に飲みに行ったりとかしてなくなりました。もう素晴らしい、その方がいいです。話はつけないけど、いや、もうちょっと喋ります。これなんかね、終わった後しか言ったりしてるから、カメラ止めたやつにカメラの前で喋れないことをガーッと喋る。ちょっと止めたらめちゃくちゃ悪く自由とか言わないです。全然ない、ない、ない、ない。じゃあ、ね、次回もご覧いただけたら嬉しいでございます。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。また見てね。皆さんこんにちは、大倉志門です。ハッピーハッピー。さあ、ということで私事ですが、この度2022年10月22日池田さんと入籍させていただきました。ということでですね、恋ラボの収録自体はもう1日撮り終わってるんですけども、その時はまだ結婚発表する前だったんで、これから皆さんに見ていく中にも結婚発表する前のものもたくさん含まれていると思います。でね、村地さんにいろいろ占ってもらったりとか、たくさん本当に恋ラボでも恋愛に対してのことを話させてもらいましたけども、それがあってかなかってか入籍することができました。ということで、今後とも大倉志門並びに恋ラボをたくさんチェックしてください。それでは楽しんでください。ハッピーハッピー。